アンナさん、アンナさんとの連続なんだっけ、違う、リレー配信みたいになってて楽しんだんですけど、はい、私はパーソナルカラー診断と骨格診断に行きたいです。アンナさんと話してたんですよ、結構喉の調子ちょっとだけ良くなりました。楽しかった。新潟にあるんですかね、朝配信最初、あの2日ぶりです、多分お久しぶりです。楽しかった、面白いし、あの新潟あるんですかね、そこが気になる。なんか行きたいって思うけど、プールも行きたい。あとコラボ配信もしたい、アンナさんと。今度アンナさんのこと6時20分に起こしてコラボ配信しようかな、アナさんに。ちょっと6時20分からコラボ配信しようっ て, 言って、何言ってんだって言われそうだよ、夜にしたまえって言われそうだけど、キラバンツ北九州選挙、おお、行ってらっしゃい。昨日サッカーめっちゃ強かったですね。何点だ、5 2あ4 5だっけ、めっちゃシュート決まった、すごかった。こんな時間起きれないって言われそう。いやそうですね、豪華ね、すごかった。強かったですね。私せっかくこの前半袖に衣替えしたのに、あれちょっとまたこの長袖着ちゃって、ちょっと満中の宝ってカラオケで撮ったりする、いやただただ聞くだけなんですよ。いや一人ごとみたいな感じで歌ったりはたまーにするんですけど、いやさあさ教科書に書いてある、いい歌ですよね、ハマってます今。ちょっと暑い、昨日がめちゃめちゃ暑かったから今日は暑いのかな、今日って分かんないけど、びっくりした、ごめんなさい、ごめんなさい。
びっくりした、びっくりした。私今無音で喋り続けてた。そう、ごめんなさい、びっくりした。通りでなんかあ、そう、そうなんです。今一人ごとやばい。一人で島んちの宝にを好きになった理由をずっと話してた。あの島んちの宝どこで知ったのっていうのを歌ってみたみたいな方がいらっしゃって、これなんか修学旅行で歌ったみたいな、そう、歌ってる動画が流れてきて、ああこの曲いいなってなって、あの調べて聞いたらまあハマっちゃったっていう感じ。うわちょっとこんな感じです。あでも待って、私それ今のなんだっけ、リバイバル放送みたいな、あれ沖縄のドラマ今やってますっけ、あれそこで、あれそこでも使われてました、あの今沖縄の、沖縄のドラマ今流れてますか、昔のドラマが今、あれなんだっけ、私それ見たいって言って、あ、チラさん、チラさん、そうなんです、チラさん、チラさんってこの曲でした、違う、あ、100回ありがとうございます、チラさんその曲じゃない、そう、チラさんがもう一回やるよっていうのをあれ違う、あれ違った、なんでそもそもしてたんだ、チュラさんみたいな、あ、お昼に、あ、お昼なんだ、お昼だったんだ、そういうことか、そうなんだ、キロロ、キロロさん、ベストフレンド、自分のおすすめ曲ユータに紹介した、え、そう、ちょっとメールに紹介、なんかおすすめの曲ありますかって言ったから、あ、モバメに送り、ありがとうございます。そうだから、なんか私ちょっと昔の曲ちょっと好きなんですよ、なんか今の曲も好きだけど、なんかまたなんて言うんだろう、うん、昔の曲もなんかちょっと知ってるっていう曲もあるし、だからお待ちしております。え、歌ってそういい、私の趣味は好きな曲を見つけること、かなり昔の曲をおすすめして、おお、聴いてみます。ビギンの笑顔のまんま、知ってるかな、ありがとうございます、楽しみに聴くの、あ、フォローしました、ありがとうございます。ゆわゆわの昔の曲っていつ頃の、昭和とかかな、昭和、
森明菜さんとか、あとん、あれそれって昭和いつだ、昭和恋しくて、へえ、聞いてみたい、昭和みたいな曲。え、昭和20年代ってどんな曲ですか？洋楽も結構、私そう洋楽結構好きなんですよ。しっかり曲名わかる曲はそんな多くないんだけど、あこの曲好きって言うと、なんかその曲耐久って聞いて、もうなんかその曲が1時間流れ続ける曲があるから、それを永遠に聴くっていうのが結構あのずっと聴く。そう、私結構同じ曲をずっと聴くっていう習性があって、だから一回その曲にハマるともうずっと聴いてるんですよ。80年代だから、もろし、あおすすめの洋楽もまめに返信しますね。え、やった、ありがとうございます、嬉しい。昔の洋楽なら専門です、おお嬉しい。今日アルビの試合だ、おお楽しみ、行きたかったな。リピ派なんです、はい、そうなんです。イタン、ディシュ、ウォッチ、ビン、ビンランドサガ、ビンランドサガ、え、バイ、え、なんて読むんだろう。 Maybe I know, no I didn't ね、なんて読むんだろうこれ、ビンランドサガ、これ私も車で一曲リピートして聴いたりする。え、ですよね、リピートいいですよね。洋楽は聴いてたら歌詞の意味も頭に入るの？なんか分かることもあるけど、分かることもあるけど、いやほとんど分かんなくて、でも和訳を一回見る、なんか何回も聴いてると、和訳を見ながら聴いたりするとそれが頭の中に出てくるから、勝手に分かった気でいるけど全然聞き取れてはないっていう。簡単なやつなら分かりますよ、なんか We don't talk anymore とか、 We don't talk anymore みたいなやつ、いい曲ですよね。なんか好き、ビートルズ、おあ、100回もありがとうございます。東京のバスガール、へえ、知らないかも。え、でも好きそう。いい、あ、なんか楽しい。ザ・ブルーハーツの QTY という曲は歌詞が全部演習率という勉強になる。ええー、なんだろう。33141515926531415926545453.14159264あ、かな、 ABC の歌最後の部分ってなんか人によって変わりません？最後のナイソグミ、あ、フォローありがとうございます。私のタイプは ABCDUGG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 G
Won't you come and sing with me みたいな、
でもなんか全然意味がわかんない。なんか私シングウィズミー派なんですよ。だけどなんか先生によったりその人によったりして変わるじゃないですか。その最後の部分が変わるんですよ。 3.14159263.14159265353238 3.14159265653号か。いやー、これちょっと覚えたらかっこいいですね。どこに使うかわかんないけど、あ、年代によって違うんだ。ズータルビー。じゃあ皆さん何派なんだ。なんかしっかり覚えてなくないですか。なんかちっちゃい時にやるからなんとなくの音みたいな感じだから。で解決。大人になって演習率使ったことはない。3だっけ。めっちゃ楽。小学校の時はしっかり 3.14 で頑張って計算してたんですけど、中学生になった途端急に π 使っていいよって言われて、あ、 x は π、 あ、そうそう、なんか x として置くのかと。急に簡単になるんですよね。あ、計算しなくていいのこれ。パイつけるだけでいいのみたいな。私はビッグバンドジャズとかオフボーカル好み。そうなんですね。大人。すごい。今やってたのは何だったんだみたいな。そうなんですよ。なんかなんとなくパイが来ることをなんか知ってたんですけど、あ、こんなにも簡単に今までの努力がなんていうんだろう、消えるんだみたいな。まあでも小学校の時に 3.14 で計算するから、なんていうんだろう、筆算の勉強にはなりますよね。ちょっとだけ。筆算はさっきの間違ってた。あれ、嘘、あれ何も見ないで言ったんですか。ハッピーハッピーシャルウィービー。すごい。もちろん。すごい、コピペかと思ったのに。なんで、すごい、な、あんな覚えられるんですか。すごっ、すごっ。ゆうちゃんってソロバンってできる人。できないんですよ。でも小指でなんかシャーってやるやつはできます。あの小学校の時になんか 1,2 時間だけ授業でやるんですよ、多分ソロバン。小学校の時50桁無駄に覚えて。50? すごっ。ヒッサンの発音どんな感じ。あ、ヒッサンのヒッサンってこと。ヒッサン、ヒッサンってこと。なんかヒっていう人のさん付けみたい。ヒッサン、ヒッサンか、ヒッサン、ヒッサンかな、ヒッサン。ソロバンのピーってやるの好き。パイは高校入って微分積分っていう、なんだ、何、数学で苦しめられるよ。何それ。あいもその後
ヒッサン。なんか若干イッサンの発音に似てる。イッサン、イッサン、ヒッサン、イッサン、ヒッサン。ちょっと似てる。俺はそろばん習って、すごい。ピーってできる人だ。あ、ピーじゃない、普通にね。すごい。じゃあなんかそろばんできる人ってそろばんできる人ってなんか空中、あ、12,565かとか言うじゃないですか、こうやって。出たとか言う。その場所何もって、すごい。こういうタイプですか。シュッっていう。すごい。今度イッサンにヒッサンって呼んでみて気づかなそう。絶対気づかないよ。演習率何桁まで言うんだろう。ルートとか小学生のうちにやってた。すごっ。そろばんできるようになりたかったな。よ、微分、積分、二次関数は微分、なんていうの、微分って言うの。高校からだな。ちなみにセブンイレブンいい気分は関係ない。どういうこと、覚えるやつ。セブンイレブン、なんか語呂覚えみたいな。エクセル様が勝手に計算してくれるのを信じてるわし。いや、そうですよ、だってそのためにいらっしゃるんですから。暗算3桁まで、すごい。暗算できる人頭の中にそろばん。ダメだ、すごい。すごいですね。すごいや。私暗算得意なのか苦手なのか分かんないな。得意では絶対ないんだけど。ソロバン暗算って日本から失われた技術らしい。失われた？ソロバン暗算が、みんながやんなくなったってこと。すごい。三角関数というのがあってな、時々三角関係って誤変換されて見つけるのが楽しかった。三角何？関数？難しい。昔のセブンイレブンのキャッチコピー。あ、そうなんだ。あ、なんか覚えるやつかと思った。トンガの昔はトンガの方々はそろばんを学ぶために日本に留学してきた。すごっ。なんかちょっと誇らしいかも。そろばん誇れる。いや、もう練習しようかな。ピー、タタタタ。でも楽しかった授業、多分。あ、確かに電卓あるから。電卓あったらそれはまあ電卓使いたくなりますよ。おばさんで願いましては、何それ。異文化が失われるの寂しいよね。そうですね。じゃ、皆さんで今日からそろばん使いますか。電卓使わないぞっていう感じで。仕事でも結構そろばんっていう感じで。
やりますか。やっぱり文化を失われるのを止めるように。ソルバンザの掛け声、すごい。100キラほど、ありがとうございます。嬉しい。今でも仕事で三角関数はたまに使ってます。すごく大事。おお、なんか嬉しいですね。実用できたみたいな。10円なり30円なりって問題を言ってくれるから、そろばんで弾いていく感じ。すごい。職場で突然そろばん弾き始めたら驚かれるだろう。確かに。どうしたのあの人、なんか急にそろばんってなる。そろばん小学生の時がある。すごい。使いますか今日。声変わるの。小川さん願い飯って。なんかそういうのがあるんだ。すごい。なんかコールみたい。そう、昨日前座、昨日じゃなくて日曜日前座で踊ってて、なんかコールって曲に合わせてみたいな感じで、はいはいって言えるじゃないですか。それがなんか今私コールに合わせて踊ってるなみたいな感じがして、この前です。それでなんか、いやそれを言いたかっただけ。なんかすごくなんかどっちが先みたいになって、コールに、私はコールに合わせながら踊って、はいはい、おー、はいはいってやってたから、そう、本当にそう、あれなって、そう、めっちゃ踊りやすいんですよ。16日俺の誕生日、おめでとうございます。あと4日、おめでとうございます。そう、何かだと、あと、うみたいなのがあるんですよ。あい、う、あい、う、あい、うっていうのがあって、なんかそれもなんかすごくハマる。はい、ハイボーワイボー、ハイボーワイボーって言ってんだ。ハイバーワイパーって言ってる。ハイボーワイパー、そうなんだ。今週声出しない、まだ回復しない。ああ、お大事に。ゆず茶飲んで、美味しいですよ。ファイパー、ファイトイパーツ、すごいな、いろんなのが。ね、私もコールできるようになりたい。じゃあ。誕生日させていただきます。ファイト一発はリボビー、あ、違う、リボビー、あ、違う、間違った。ユタンガチ恋工場とか知ってるの？知らない。何ガチ恋工場、ガチ恋工場、なんだろう。います。13位、長尾泰造影虎さん、ありがとうございます。待って、ごめんなさい。泰造でいいですよね。泰造、これ泰造、ねえ、ごめんなさい、平蔵、ねえ、ちょっと待って、前も間違えましたよね、私。平蔵、ねえ、待って、ごめん、大蔵って言っちゃう。
めんなさい。私いつか影虎飲んでみたいです。いきます。13位、あ、ごめんなさい、私がちょっと遅かったからもう一回。13位、長尾平蔵影虎さん、ありがとうございます。13位、 RC さん、ありがとうございます。12位、阿部ぽきさん、ありがとうございます。11位、友じいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。10位、なほこちゃん、ありがとうございます。9位、なち0617さん、ありがとうございます。8位、たかおさん、ありがとうございます。7位、ロエディッシュさん、ありがとうございます。6位、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。自称14歳って何ですか、本当の14歳なのに。5位、マーチさん、ありがとうございます。4位、ケロちゃんさん、ありがとうございます。3位、デケ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 ちゃん、オクタゴンさん、ありがとうございます。2位、デケ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 ちゃん、おじゃさん、ありがとうございます。1位はちゃん、みーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。嘘だろじゃないです、本当に。よし、今日も頑張れ、私も今日も頑張れる。自称じゃない、本当に。いってらっしゃいと頑張ろう、いってらっしゃいと頑張ろう。ありがとうございました。いってらっしゃい、バイバイ、ありがとうございました。ガオみたい。ありがとうございました、バイバイ。